息が、息ができない。おい、ヒロミ、ヒロミ、正直どのタイミングで救急車を呼ぶべきなのかわからない。この程度で救急車を呼んでもいいものか迷ったが、息ができないのだから仕方がない。今まで病気なんてほとんどしたことがなかった。風邪やインフルエンザくらいなもので救急車を呼ぶことになったことなんてない。私はさっきまで顔を洗っていただけ、何か食べたりしたわけじゃない。だけど搬送先では重篤なアナフィラキシーショックだと言われた。どうして、なんで、そんなことを考えていたけれど、その原因はまさしく毎日使っていた石鹸だったんだ。ヒロヒロ探偵団。これすごい。あまりテレビショッピングとかそういうものは見ないし、おすすめ商品がテレビでやっていてもわざとらしい演出が嫌いで好んで見るわけじゃなかった。だけどたまたま病院の待合室でやっていたテレビで、私はある石鹸と出会った。すごいでしょこの泡、こんなに伸びる石鹸見たことないんじゃないですか。すごい、こんなたくさんの泡で洗顔したら気持ちいいですよね絶対。しかも見てください、こんなにもちもちなんですよ。わーすごい、こんなにもちもちなんてでしょう。一日何回でも顔を洗いたくなっちゃいますよね。しかも主成分はお茶なので小さいお子さんも安心してお使いいただけるんです。確かにこんなたくさんの泡で顔を洗ったら気持ちがいいんだろうな。その石鹸は緑茶を使った石鹸のようで、その泡が気持ちいいと評判だった。でそのお茶石鹸本当に良くて、とにかくお茶の香りがして心も顔もさっぱりするの。そうそう、あの泡めちゃくちゃ気持ちいいよね。みんな使ってるんだ。ヒロミは使ってないの？テレビで見て良さそうとは思ったんだけど、あの泡すごかったからやらせかもって疑ってて。マジであれくらいの泡出るよ。ヒロミも使ってみなって。私の周りでもお茶石鹸を使っている人はそこそこいた。実際このお茶石鹸はものすごく売れていたようで、ドラッグストアに行くと模造品のようなものがいくつも置いてあったりした。世の中はお茶石鹸ブームだったのだ。だけどあれほどもちもちして手を広げても広がるくらいの濃厚な泡は、私が見たお茶石鹸だけのようで、私はついに友人の勧めでお茶石鹸を買うことにした。ねえ見てよこの泡すごくない？しかもお茶のいい香り。すごい。俺も使っていい？うんいいよ。そんなものすごく高い石鹸ってわけじゃないし、洗い上がりもお茶の香りがしてなんとも気持ちがいい。お茶というとさっぱりしている印象だったけど、あのもちもち泡のおかげでしっとりとした洗い上がりだった。ふぅ、これいいな、また買おうと。今までテレビショッピングが嫌いだった私、ろくな商品がないんだろうなという偏見を持っていたから、こういういい商品を売っていることもあるんだと自分の意識が変わった瞬間だった。だけどこのお茶石鹸によって私はとんでもない目に遭うことになるんだ。始まりはお茶石鹸を勧めてくれた友人の変化だった。あれ今日かよ来ないの？ああ、なんか顔にすごい量の湿疹ができたらしくて、肌強かったからショック受けてるみたい。なんだろうね、ストレスかな。なんか病院に行ったらアレルギーって言われたらしいんだよね。それでなんかいつも顔が痛くなるのってあのお茶石鹸使った直後らしい。どういうこと？よくわかんないな。いつもの3人で会う約束をしていたけれど、その日カヨは来なかった。帰った後に連絡したらカヨはお茶石鹸のせいかもしれないと言っていたけれど、私はいまいちピンとこなかった。だけどあのお茶石鹸を使い始めて3ヶ月が経過しようとしていた頃、それは突然起きた。なんだろう、洗顔した後鼻水が出る。最近何かがおかしい。お茶石鹸で洗顔をすると花粉症の時のように息がしづらくなったり鼻水が出たりするのだ。ヒロミどうした？風邪か？いやー7月なのに花粉症みたいな感じでさ。風邪だろ？夏風邪。何が原因でこうなっているのかはわからないけれど、毎回洗顔の後に息が苦しくなったり、たまにおやつや食事をしている時も同様の苦しさを感じた。なんだろう、最近おかしいな。今まで大きな病気なんて何一つしたことがなかった。職場での健康診断も問題なしだったし大丈夫だろうと思っていた。だけどどこかでカヨの言っていたことが頭の中に引っかかっていた。石鹸が原因？でも私食べてないしな。病院でもアレルギーの可能性を言われたけれど、石鹸を使った後に症状が出るという点では先生も不思議がっていた。基本的にアレルギーは口から入らないと症状は出ないもの、そう先生が言っていた。でも実はこの石鹸によってその概念は大きく崩されることになったんだ。ベッドに入る前にせめて顔を洗って歯磨きしないと。最近は毎日暑くて熟睡ができない。それに加えて仕事も繁忙期に入って毎日ヘトヘトになって帰ってくる日々。午後22時、この日もヘトヘトで帰宅した私は洗面所で歯磨きをした後顔を洗う。だが息ができない。顔を洗ってタオルで拭いた直後、喉が潰れるようなそんな感覚があった。声を出したくてもうまく出せない。息を吸っても少しの空気しか入ってこない。もしかしたらこのまま死んでしまうかもしれない、そう思った。おいヒロミ、ヒロミ、
大したことないなら救急車は呼ぶな、そういうポスターが職場にも入っていたから、今が呼ぶタイミングなのかは分からなかった。だけどこのままだと死ぬ、そう直感した。だから夫に救急車を呼んでもらい、私は搬送された。小麦アレルギーですか？でも私今までうどんとか普通に食べて。ええ、アレルギーというのは口から摂取することで症状が出ると考えられてきましたが、どうやら違うようです。ええ、以前お茶の石鹸を使ったら鼻水が出ると言っていたそうですが、そのお茶の石鹸、今回回収されるようです。やっぱりお茶石鹸が原因だったんですか？はい、泡立ちを良くするために使われていた加水分解小麦の原料は小麦でして、これが他の製品よりもはるかに多く含まれていたため、アレルギーを発症する人が2000人ほど出ているとか、皮膚からアレルゲンが侵入することでもアレルギーが出る可能性が大いにあるということでした。そんな、やっぱりカヨの件もお茶石鹸による小麦アレルギーだったようだ。お茶石鹸は回収され販売は中止。私もカヨも小麦アレルギーになってしまったため、小麦が含まれるものを食べることができなくなってしまった。損害賠償金をもらってもこれからの人生食べ物に気をつけないといけないのは辛いよな。そうだね。これは日本が、そして世界がアレルギーについて知らなかったからこそ起きた騒動だった。今世の中に知られていることが全てではない、そういうこともある。何か自分の身に起きた時には当たり前を一度疑ってみた方がいいのかもしれないね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ユーロビューロ探偵団。ハハハ。